はい、今日の教えて渡辺さんはファーウェイが新型 5G 携帯発売かというお話をさせていただきたいと思います。中国のファーウェイ、アメリカから厳しい規制がかかっています。 5G に関する販売、流通、協力など一切できないというのがアメリカの規制内容となっています。また中国に対しては昨年10月7日の半導体規制、そして12月15日の SDN リスト、中国のアメリカの規制リストの強化によりかなり厳しい対応をしてきましたが、今回ファーウェイは Mate 60 Pro という新しいスマホを発売しました。 5G への対応を明らかにしていないものの、非常に高速なプロセッサが使われているということが分かっています。また衛星通信などと通信できるチップが載せられているという噂もあり、この中身がどうなっているのか注目されていました。そんな中、アメリカのいくつかのサイトがこのファーウェイの Mate 60 Pro を分解し、そして中身がどのような部品で構成されているかチェックしました。その CPU にあたる SoC はファーウェイ独自の制裁前の最新モデルであったキリン9000というものに手を加えたもので、キリン 9000S というものです。これまでキリン9000は台湾の TSMC が受注していましたが、アメリカの制裁によりこの受注を中止しました。このためファーウェイは新たなチップが手に入らないと思われていたわけです。また 5G に関しては流通、生産、そして開発までアメリカが厳しい規制をかけている。もしこれに違反した場合、金融制裁をかけるとしているため、他の企業が手を結ばないと思われていました。しかし今回のチップ、 5G への対応は明らかにしていないものの、本来作れないはずであった7ナノメートルという規格でチップが作られていることが分かってきたわけです。半導体というのは、まずプリントごっこ、昔あったプリントごっこのような仕組みで、特殊なレーザー光線によってフィルムに露光します、光を当てます。そして光の当たっていないところを特殊な薬剤をかけるとそこが溶ける。結果その残った部分が回路になる。これが今の半導体の作り方で、この半導体露光装置、光を当てる装置というのが重要になってくるわけです。現在最新の半導体露光装置は ASML というオランダの会社が作っているものです。それに対して10ナノメートル、14ナノメートルという第二世代に関しては日本やアメリカなど様々なメーカーが作っています。しかしこの10、14ナノメートル規格の露光装置、中国に作ることはできません。ですから日米などがこの露光装置に規制をかけた場合、中国の半導体生産が止まると言われているわけです。中国には7ナノメートルに対応した半導体露光装置はないはずです。しかし今回それが可能になった。なぜかといえば10、14ナノメートル世代の露光装置に手を加え、非常に精細な非常に細い線をエッチングできるようにした。これが今回の SMIC の快挙と言ってもいいでしょう。またそれにあたっては台湾の TSMC の技術をリバースエンジニアリングしたという疑惑もあり、これが正式にライセンス等を得ているものなのかよくわからない状況にあります。しかしそれは中国です。もともとこの7ナノメートルの半導体、2020年に中国は生産に成功したと言っていました。しかしその不止まりの問題からどの程度量産できるかが不透明であった。今回ファーウェイが新商品を発売できたことで、ある程度の量産化に成功したと見られています。ただし現在この10、14ナノメートル世代の半導体製造装置等に関しては、日本の半導体規制、そしてアメリカの半導体規制にかかるため新たに納入されることはありません。
中国としては今ある装置をうまく利用し、どこまで最新世代に近づけていけるか、これをやっているところであると思われます。そしてこの問題の本質にあるのはバイデン政権の弱腰姿勢ということになります。トランプ政権では中国の随一のファウンドリー、半導体受注設計メーカー SMIC を SDN リストという金融制裁のリストに入れようとしていました。しかしバイデン政権はこれを否定し、ノン SDN 中国分散複合体リストというのに SMIC を入れたわけです。中国の分散複合体、これは軽い規制の対象になっています。中国軍に納入する企業、中国軍と関わりが深い企業、その多くの企業は輸出管理等でなどで厳しく規制されるだけであり、完全な規制対象になっていません。それに対してもう一つあるのが財務省が管理する SDN リスト、これは金融制裁のリストで、ここに乗ると銀行取引が停止され資金の移動が難しくなります。また二次的制裁、鬼ごっこのような制裁の仕組みがついているため、その制裁対象と取引すると、この取引した人も制裁の対象になってしまう。それが銀行を含まれるため銀行取引停止等になり、企業の倒産危機となるため、この SDN リストに掲載された場合、世界中の企業や銀行は手を引くことになるわけです。 SMIC はこの SDN リストには入っていません。このような曖昧な状況の中で、中国としては SMIC を使いできるだけ最新世代に近づける努力をしたいわけで、 SMIC が金融制裁の対象にならない限り、中国の半導体設計、半導体開発というのは一定速度で進んでいく。しかし現在5年から7年程度の開発の時間差があり、この開発の時間差を埋めるのは非常に難しいのではないか。また今回の問題により、アメリカ議会対中強硬派は非常に厳しい姿勢をとっており、バイデン政権を突き上げる模様です。このためバイデン政権としてはいやいやでも新たな規制を出さなくてはならなくなるかもしれません。渡辺哲也でございました。